あなたからメリークリスマス、私からメリークリスマス、サンタクロースイズカミントゥーダウン。ねえ、来るでしょう、鈴の音がすぐさかじ、サンタクロースイズカミントゥーダウン。待ちきれないで、おやすみした子に、きっと素晴らしいプレゼントを持って、さああなたからメリークリスマス、私からメリークリスマス、サンタクロースイズカミントゥータウン、サンタクロースイズカミントゥータウン、メリークリスマス。メリークリスマス。パ、はい、どうもパチモス協会でございます。今日はクリスマスです。というわけで、あおり炒めチャーハン、レンチン7分して炒めたやつ、それに野田屋さんの天使場、そして昨日の夜買っておいた見切られていたレンチン3分でできるラーメンです。食べたいと思います。メリークリスマス。いただきます。3分であったかいんかな。あったかい、あったかい、熱いよ、むしろ、いただきます。半額でた、これカップ麺より安かったんです。100円ぐらい。わかめとネギとチャーシューとメンマが、メンマ入ってるかな、メンマ入ってないかもしれんな。あ、うめ、あったけ。あー、クリスマスだね。チャーハンいただきます。昨日のね、ステーキ焼いたね、油でちょっと炒めたんですけど、最高。天使はうめえな。クリスマスか。世の中にはの夜更け過ぎにサンタクロースが来とるはずですけども、うちには猫が2匹しか来ませんでした。それも俺が飼いたくて買ったわけじゃなく、歴代の彼女が置いていった猫でした。あれがプレゼントなのかな、俺に対する。長いことプレゼントされてるわ。プレゼントやしも返さんでええってことなんやろな。クリスマスにはもうてへんけどな。前からおるけど、クリスマスも漏れなく日付が変わる頃におったな、あいつな、ベッドに。何も俺に与えてくれへんけど、与える一歩やな。今日はね、朝から同級生、久々の同級生が来てまして、家の話してて、
今のこの家どうすんのっていう話になってね。あ、そういや行きなかったけど、家族はね、強欲、強つくばりの自分勝手なやつなんでね、決裂しましたと。うん、この家もいらねえから親父が死んだ時にしっかりと相続取りに行くからよろしく言って解散、あの決裂しましたと。うん、でそいつがちょうどその銀行で相続とかそういうのね、話もいっぱい聞いてるから、そうなんやって。でももらった方が家からしたら安いんちゃうのって、この家もらった方が。そうなんて、現金でこれが遺留分があったとしても、結局お父さん亡くなってお母さんが半分持って3人兄弟としたら12分の1、そうじゃなくても遺留分として6分の1俺がもらえるんだって。うん、相続する金額の半分は保証されるって言ったら、ほんまなんて、俺そんなん専門でやってるからって言ってたよ。うん、うん、ちゃんと調べてもらって資産数、資産の金額ね、それを6分の1いずれ1回に分ける、1回にするのか2回に分けるにしても6分の1という金額を現金で払うぐらいやったら、妹さんとかも多分 今のそのなんかよくで喋ってるかもしれへんけども、あとあと現金で用意しなあかんようになったら大変なんちゃうかって言ってた。マジで、うん、でも知らねえし、俺関係ねえし、もらうもらうもんはもらうよって、もうそういう関係になっちゃったかなと。うん、身内さんに損得勘定の話をね、損得勘定でね、兄弟にね、兄弟家族のことを損得勘定で考えとるよ、ようではね、俺はね、あいつら許せねえと。うん、だから向こうが損得勘定になったらこっちは損得勘定、損得勘定行くぜっていうね。まあでも向こう多分謝ってくると思うよ、だってちゃんとやられた方が多分まずいやろ、実家の方がって言ってた。うん、そんな日が俺のクリスマスです。うん、俺のクリスマスはそんな感じだ。相続の話だ。うん、クリスマスっぽいな。クリスマスプレゼントになった俺に、ね、6分の1、相当遺留分でも6分の1取れるという、クリスマスプレゼント、クリスマスプレゼント情報いただきました。パティモス教会、昨日ねライブしてたんですよ、2時間ないぐらい。そこでね、私が出しに買ったね、クリスマスプレゼント、莫大な金額の、今の俺からしたら、クリスマス年末やからという言い訳で買っちゃいましたけど、実はまあさらにちょっと追加しちゃったっていう。バカだわ、バカだけど、まあいいや。うん、半額、ソフビを断捨離して、うん、
元気に変えよう。株式投資なんかじゃない、ソフビ投資なんか絶対儲かると思うけどな。まあ、そうでもないかな。そうでもないか。だけどソフビはね、値下がり今のところまだしてないんでね。私が持っているやつは、一応全部若干値上がりしてると思うし、今回買ったのもね、相場より安く買ったんでね。まあ最悪トントンでは売れるんで、そういう言い訳を自分にして買いました。まあでもそんな言い訳をして、自分に言い訳をしてね、欲しいものを手に入れるための言い訳をして買いました。今日の夜発送だそうです。あまりにもその人から3つも買うもんやから、あの取引メッセージで転売屋ですかって来ました。違います、生活に困っておるかもしれんけど、転売屋ではございません。はい、というわけでね、パテモソ協会、本日はクリスマスらしいワルハニチロの煽り炒めチャーハンと、昨晩半額になっていた290円ぐらいの、220円もしてないかな、200円台のレンチンで食べられるラーメンでございました。メリークリスマスというわけでごちそうさまでした。皆様は心温まるクリスマスをお過ごしくださいませ。私はセイキマス覇者になりたいと思います。ほな、ミュージックカモン。入れちゃった。